こんにちは、ゴンちゃんです。今回は太平洋戦争末期の記憶を忘れないために当時の状況を記した資料をもとに刻々と迫る九州廃墟の日という動画にしました。太平洋戦争終戦間近にして福岡県民に知らされず福岡県郷土の山野を焦土にしようとした発動寸前の地上最大の作戦があったことはあまり知られていません。そう、紛れもなく九州決戦態勢です。すでにアメリカ軍は沖縄に続いて九州に上陸するであろう連合軍を迎えて撃滅し戦争終結のきっかけをつかもうと追い詰められた日本が最後の力を振り絞って背水の陣を敷いたのです。もし終戦が2ヶ月半遅かったら間違いなく九州全土は戦場となっていました。考えただけでも背筋が寒くなるこの決戦計画は戦時中はもちろん非中の非でした。戦後も一部関係者がアウトラインを明かしただけですが1000万人九州人を死地に追い込もうとした決6号作戦とは何だったのか、最後までご視聴ください。昭和20年1945年3月20日火曜日、連合軍の本土侵攻は間違いないと見た日本軍の最高統帥機関である大本営は内地の全軍に直ちに決戦準備に入れと結合作戦準備要項を指示しました。主力は九州に上陸すると判断して全力を投入、本土決戦即九州決戦の体制で臨み、これを決6号作戦と名付けたのです。全九州軍を率いる第16方面軍司令部は福岡城内に置かれ、司令官横山勇中将は西部軍管区司令官も兼務していました。連合軍の上陸は昭和20年11月、兵力は14個師団で30万人強、鹿児島の薩摩半島、鹿児島県の志布志湾と宮崎平地の3カ所に同時上陸し、一部は背後をついて北九州を狙い宗像福間海岸に上陸すると推定していました。このうち日本軍は 20% を洋上で撃滅、さらに 20% を上陸直前の水際で打ち破り、残る10個師団以下の敵は温存した決戦師団の全力投入で1週間で殲滅するという精算でした。日本の決戦部隊は陸上兵力だけで99万人、馬10万頭、自動車9800台、弾薬8回戦分、これは1回戦を約3ヶ月と見ているので約2年半近い弾薬を用意していることになります。そして食料2年分の準備に入ったのです。西部軍は大本営作戦に先駆け、すでに久留米18師団の留守部隊を宮崎平地、熊本6師団の留守部隊を薩摩半島吹上浜と知覧飛行場周辺、久留米で新編成した86師団を志布志湾と油津付近に配置、いつでも来いの体制でした。昭和20年1945年4月初旬には16方面軍の下に56軍と57軍が編成され、56軍は司令部を飯塚市に置いて北部九州の防衛を担当。福岡でも博多でも敵が上陸次第撃って出て2週間以内に全滅させる構えでした。57軍は南九州に展開した4個師団を統括し、司令部を鹿児島県高鍋町現在の総市に置きました。別に40軍が台湾から急ぎ帰って南九州西部海岸の4個師団をまとめました。動員された師団数14、別に最新鋭の独立戦車旅団3、高射砲師団1、独立混成旅団6の他に決戦に備え温存し続けた飛行機、海軍の各種特攻兵器を備えて結合体制は急ピッチで固められました。6月上旬、参謀総長梅津義次郎は全軍に本土決戦早分かり法の先方パンフレットを配り、続いて対戦車戦闘要項を発令し、手投げ爆雷や火炎瓶などで特攻肉迫攻撃を徹底せよと指示を出し、
死をかけた猛訓練に入ったのです。ところで軍の号令掛け声を受けた各現地の実態はどうだったのでしょうか。決6号作戦発令直後は陣地作りは渋々湾正面が 50%、 その他は計画の 20%、 6月中旬になってどうにかこうにか格好がついただけでした。兵の訓練装備もともに不十分で、決戦用の兵団を除いたにわか兵士たちは膨大な陣地作りに忙殺されて、実戦訓練をする暇もなかったのです。兵器物資の準備だけはこの頃で、弾薬が 100%、 燃料 94%、 食料 16% の集積が終わっていただけで、もし連合軍が上陸計画を早め6月7月に上がってきたら、沖縄以上の悲劇は免れなかったのです。この頃アメリカは太平洋方面陸軍総司令官マッカーサー大将のもと、海軍の協力で地上最大の作戦計画を着々と進めていました。オリンピック作戦と名付けていたマッカーサー大将の計画は、大本営が予想した通り、まず九州を手中に収めるべく上陸予定日を11月1日としていました。主力5から6師団が渋々湾、2個師団で薩摩半島吹上浜、3個から4師団で宮崎平地の3地点に同時上陸する予定でした。一部は予備に温存して種子島、屋久島を狙い、状況によっては福間海岸と有明湾を突くという計画だったのです。兵力は14個師団30万人、これを援護協力する艦艇は実に特設空母を含み90隻、戦艦23隻、巡洋艦52隻、駆逐艦323隻など合計3569隻、飛行機14847機という気の遠くなるような物量を投入しようとしていたのです。アイゼンハワーのノルマンジー上陸作戦を上回る有史以来の大軍が九州を人のみにするのも時間の問題となっていました。連合軍は九州に続いて翌昭和21年春には関東の九十九里浜などにも上陸する計画を立てていたことが戦史で明らかになっています。16方面軍と西部軍司令部は広島に原爆が投下されて3日後の8月9日司令部を筑紫郡山江村の洞窟に移し、刻一刻と迫る上陸の時に備えていました。空と海を圧して押し寄せる空前の大軍、迎え撃つ100万の防衛軍と戦力のない1000万の民間人、まさに現行の戦い以上のものを再現しようとしていたのです。この日8月9日は小倉に投下されるはずだった原爆が予定を変えて長崎に投下されたことをまだ知らされていませんでした。日本軍の形勢が刻々と悪化する中で、アメリカ軍機が初めて北九州の空に飛来したのは昭和19年6月16日の夜半でした。200キロ爆弾を抱え20数機編隊を組んだ B-29 の爆撃編隊、八幡の穂柱山、小倉の足立山、若松の高遠山の高射砲陣地も迎撃態勢を取りました。午前0時半単勝灯が若松西方海上に達した敵編隊機を捉えました。高度約4500メートル、高遠山の高射砲陣地が砲門を開きます。敵機は次々と1機ずつ投下して爆弾投下を続けるのです。猛烈な炸裂音とけたたましい機銃掃射が続きます。真っ赤な火柱が響きなどを関門の海を焦がしました。対空砲火と空中戦で交戦状態は午前4時頃まで続いていきました。この空襲で一番激烈に攻められた若松では死者216人、重軽傷者376人、倒壊・半壊家屋368戸、行方不明41人を記録したと若松志士に記されています。若松中心の初空襲以後、昭和19年8月20日21日の両日も B-29 爆撃機が90機の大編隊を組み、2回にわたって来襲しました。八幡製鉄には180発の大型爆弾が投下されました。
このほか八幡製鉄戸畑工場、三菱化成牧山、黒崎両工場など、八幡戸畑の北九州の心臓部に約360発が見舞われ、各工場は完全に操業麻痺状態の重傷を受けたのです。そして8月29日、7月2日も畳みかけるように空爆火にさらされ、市街地の大半を焼きました。昭和20年に入ってからは連続して夜間の無差別攻撃が続きます。6月19日は福岡市、6月29日は門司市、7月27日大牟田市、8月8日八幡若松両市、8月12日久留米市と、敗戦直前まで徹底的に焦土戦術を取り、門司の9階、大牟田の5階、八幡若松の各3階、久留米2階と物流を頼んでの爆撃を重ねてきました。昭和20年8月8日午前10時 B-29 約120機が八幡若松戸畑に来襲。八幡若松戸畑は1時間にわたる焼夷弾攻撃に見舞われました。八幡では八幡製鉄所の工場や宿舎、中央町商店街をはじめ、前田、小倉など多数焼失し、約2500人が死傷、1万4000戸が焼け、5万2562人が焼け出されました。死傷者2500人の中には、旧八幡市で最も安全で最大の防空壕だったとされる八幡東区小糸山の横穴防空壕では、避難した市民約300人が窒息し焼死しました。若松では西本町、藤の木今光、東二島、三菱社宅などが焼失し、死亡81人、重傷43人、全焼926戸、半焼24戸、戸畑では大正町日鉄作業所正門前、天台地区鞘形に日鉄戸畑作業所構内などに焼夷弾が投下され、33人が死亡、30人が負傷、342戸が焼失しています。門司区の場合は、軍事物資や兵員はもとより、あらゆる物資の流通を担う港としての機能を麻痺させ、さらには海上交通の要衝である関門海峡の封鎖を目的としたものであったため、他の市より空襲の回数が多かったのです。昭和19年6月19日午前1時15分、 B-29 が門司に初めて飛んできました。爆弾は大理朝日町に落ちて33人の市民の命を奪いましたが、翌20年に入ってからは前後9回にわたる空襲で、町の中心地はほとんど廃墟になっていました。空襲のたびに関門海峡に機雷が投下されて、機雷の海となり、門司全市で3777戸が全焼、110人の犠牲者と217人の重軽傷者が出ました。被災者数は実に 18,575人に及びました。福岡県下の町は焦土に変わっても、軍の発表は依然、我が方の損害は軽微だけ。同じ県内に住んでいながら町が違うということで、被害の実態も知らされず、県民は最後の勝利を信じていたのですね。こうして最後の最後まで、戦意や闘志に影響する不利なデータは一切秘密にされていたのです。被災6都市で失った家は51,344戸、住民の5分の1に当たる211,984人の戦災者を出しました。九州決戦を目の前に、全九州の防衛軍を指揮する第16方面軍と西部軍の司令部が抵抗もせずに、たった一度の福岡市空襲で壊滅する始末でした。軍がどんなに必勝を叫んでも、敗戦の実感を嫌というほど県民に思い知らせたのが、ビータレと叫び悪魔のように恐れた B-29 の空襲でした。軍司令部のある福岡市に B-29 が来襲したのは6月19日午後10時30分。夜空をつんざくサイレンの音から、あっという間に B-29 は頭上に飛来してきました。ザザザザザーッと雨の降るような音とともに、
焼夷弾の火柱が降り注ぐのです。第1弾は新柳町、現在の清川へ、続いて東中洲が火の海となります。第2波は軍司令部のある福岡城を中心に平尾、六本松、鳥海方面へ、森も人家も火災に包まれていきました。全市は火の海となったのです。地上から上空へ向け火を吹いたのは博多港の船舶司令部にあった旧式高射砲ただ一門だけでした。九州山口の防空を担当していた山口県下関市の小月基地にはこの時わずかに戦闘機2機が配置されていただけでした。 B29 合計30機は無抵抗の福岡の空を我が物顔に駆け巡り、翌20日午前0時30分まで実に2時間次々と繰り込んでは悠々と飛び去っていくのでした。一夜明けると中心部の街は消えています。市内4万2000余りの家屋は4分の1に当たる1万2693が全半焼、6万6000人が家を失ったのです。死者902人、行方不明244人、重軽傷者1078人、奈良屋町は1814戸のうち、残った家はわずかたったの4戸でした。博多区、霊前、大名、須野子の各町内もそれぞれ2000前後の住家の中でポツンポツンと焼け残ったのは100戸ずつぐらいでした。軍司令部も学校も軍需、兵器工場も全滅しました。土井町では銀行ビルの地下室に退避した付近の住民150人余りが停電で電動のシャッターが動かず、迫る火の中で地獄への最後を見せ、全員蒸し焼き状態となって発見されました。これでも軍の発表は重要施設にはほとんど被害なしでした。もうこうなったのも信じれるものの方がもうどうかしていますよね。福岡全滅の情報は瞬く間に福岡県下に流れていきました。躍起になって打ち消そうとする軍部や県、当時の新聞を利用して盛んに九州の首都は健在だと宣伝し、戦意を失わせまいと懸命だったのです。空襲の無謀さ、悲惨さはどこも同じです。昭和20年になると九州決戦に備えて兵力温存主義をとって敵を迎え飛び立つ友軍機もなく、北九州工業地帯を防衛していた林のような高射砲までが南九州へ回されていきました。我が物顔にアメリカ軍の小型機までが郷土の空を駆け巡っていきました。空からの攻撃に激しにする以外にどうすることもできない県民、そんな悔しさの中で生活は日一日と苦しくなるばかりでした。配給食料はギリギリまで切り詰められ、農家を除いたほとんどの県民は栄養失調に、生きているのがやっとの毎日だったと当時を知る福岡県民は一様に声を揃えます。残存日本軍の半分にあたる100万人の防衛軍を配置した九州、その中で1000万の国民は飢えていたのです。それでもなお敵が上陸したらかなわないまでも竹槍で刺し違えると覚悟を決めていたのが15の人々なのです。特殊な人を除いてはほとんどの人々が敗戦だと夢にも思わず、刻々と迫る九州決戦の時に備え気力を振り絞っていたのが昭和20年1945年前半の福岡県民の姿でした。死を決していた100万の防衛軍の士気は最後まで極めて高く、天皇の終戦のお言葉が出てからもなお一部の兵士たちは徹底抗戦を叫び、九州の精鋭だけでも一兵になるまで戦おうと九州独立を唱えていました。しかしそれも虚しいあがきに終わったのです。1945年8月15日日本軍は降伏し、戦争は終わったのです。天皇陛下の玉音放送を複雑な気持ちで聞いていた兵士たちの中にはなお抵抗を続けようとする者もいましたが、昭和20年8月24日それぞれの陣地で軍旗を焼く煙が立ち上がっていきました。皇軍の最後をひっそりと弔った各隊兵士たちは次々と肉親の持つ我が家へと営門を出ていきました。ということで、刻一刻と九州廃墟の日が迫ってくる終戦間際の出来事を解説しました。
この動画が良かったと思われたら、高評価、チャンネル登録お願いします。最後までご視聴ありがとうございました。